さて始まりました神々のトライフォース2。前回は闇の神殿をクリアしまして、今回はどこを攻略するのか、今は鍛冶屋に来ております。それはなぜかと申しますと、今まで攻略してきたダンジョンでマスターストーンというものを拾ってきたので、このマスターストーンがあればマスターソードを鍛えれるということで鍛冶屋に来ておるんでわけでございますよね。鍛冶屋に来ております。よし、お前マスターストーンを2つ持ってるじゃねえか。その剣俺が鍛えてやろうか。お願いします。じゃあ始めるとするか。よっしゃ、腕が鳴るぜ。よし、ちょっと待ってるよ。どうで、この俺でもこれほどの剣はもう二度とできねえかもな。俺はよ、こんなことしかしてやれねえけどよ、お前のしなきゃなんねえことに少しは役に立てたんじゃねえか。ブルブブーン、マスターソードがパワーアップ。切れ味を確かめてみよう。その剣は俺の最高傑作だ。しっかり使いこなせよ。あー、というわけで赤くなったんだけど、刀身がめちゃくちゃかっこよくなりましたね。これマスターストーンを2つ使ってこの赤色になったんでしょうか。1つ使ったんであればもう1つ余ってますよね。その剣は俺の最高剣いやー、俺より腕のいいやつがもしいたとすれば別だけどな。まあそんなやつこの世にはいねえだろうけどよ。このハイラルにはいないかもしれませんけど、ローラルにはいるかもしれないかもしれませんね。ん？おい、そこの坊主。お前その剣ちょっと俺に見せてみろ。え？ちょっと待って、ローラルでもう次を、ちょっと待って、次に攻略するところに行こうかなって、行こうかなって思ってたら、ちょっと鍛冶屋のおっさんがまさか話しかけてきたんですが、食いついたのか。ハートを回復だ。話しかけてみます。うおこいつは、やっぱり相当腕のいい職人に鍛えてもらったんだな。けどそいつの腕前は世の中で2番目ってところだな。世界一の鍛冶職人の俺が言うんだから間違いねえ。久々に燃えてきたぞ。おい坊主、ついてこい。かあ、せっかくやる気を出しちゃったのに肝心のマスターストーンがねえじゃねえか。おい坊主、俺がその剣を最強にしてやるよ。その代わりマスターストーンを2つ持ってこい。いいか、2つだぞ。俺のやる気が失せねえうちに頼むぜ。というわけでマスターストーン2つで、なんだろう、ん、レベルがあるのかなこれ、マスターソード。え、何レベルまであるの？ 99？ いや怖い。マスターストーンを2つ集めればとりあえず鍛えてくれるらしいです。というわけで、まあこれからね、ダンジョン攻略いろいろとしていくので、またマスターストーン見つけたらこの鍛冶屋に行ってみましょう。というわけで次に攻略するところに行ってみます。さて着きました。鍛冶屋から少し離れた罰印のところなんですが、ここどっちか行けるのかな。もう罰印がね、ここで重なってるんで、このどっちかに入れるとは思っているんですが、ん、誰か表にいるのか。誰だ。入りたかったら俺に続いてあの歌を口ずさんでみろ。当然知ってるだろう。じゃあ行くぞ、続け。踏み外したのは、踏み外したのは平均台運動会かよって。ほんと高い崖、細い道。え、これ、いや、間違ったらやばいか。知りすぎたのは、深い闇、暗い闇、自分だけか。気がつけばまた、盗賊稼業。あー、これが一番難しい。あー、どうしよう。はみ出し物か、財宝探し、盗賊稼業。あー、どれも当てはまるんじゃないか、これ。はみ出し物、あー、財宝、はみ出し物で行ってみよう。全然、あー、あー、ちょっと待って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 。踏み外したのは細い道、知りすぎたのは深い闇か。気がつけばまた、これはみ出し物でダメだったから、財宝探し、盗賊稼業、これ同じ意味じゃないかこれ。いや、盗賊稼業で言ってみる。お、え、マジか。おお、お前いい声してんな。入りな。あ、マジで。よっしゃ、ありやした。3択3択クリアです。はぐれ者のアジト。ん、見ない顔だな。槍少年、新入りか。それならちょうどいい。
門番交代してくれよ。あとは頼んだぞ、死に入り。いや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 、俺は外の空気吸ってくら。ふん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 。というわけで、このはぐれ者のアシトというのが今回攻略するダンジョンなのか。下にも誰かいますね。あ、いきなりボス部屋があるんですが、まあもちろん入れませんよね。というわけで攻略していきましょう。左とまっすぐ、まっすぐ行ってみましょうか。いや、これは闇雲に押してもダメっぽいですね。で、ここ上に上がっても何もなし。で、宝箱もありますが、今は取れないということ。ということは一度戻って、こっちの手前にあった左側の通路から入ってみましょう。ぬ、あ、水晶が、いや、でもこれって結構壁画でどうにかいけるんじゃないですか。あ、やっぱりな。で、こっちにも入れる。で、スイッチを押す。あ、スイッチを押しても何もないか。で、宝箱がありますから50ルピー。はぐれ者のアジトに50ルピーがあったということは、これアジトに住んでる誰かの所有物なんじゃないか。大丈夫か。スイッチを押しても何もなし。うん、あ、ルピーがありますから、まあ、さるっと取っておきまして、なんだろうこれ。あ、いや、あ、あ、いや、これを押して、あー、わかったわかった、これして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 、で、こっちにも回り込めるが、いや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 、こっちに回って、こうしてから、よいしょ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 。で、こっちにあります、スイッチに、この、これを、このこれをこうして、こうだ、置きました。で、奥にもスイッチがあるんですが、これ置けねえな。置けませんよね、あれ。あ、なるほど。向こうの台座が閉まってるってことか。で、ここのが開きましたから、このもう一台を、なんでしょうね、持ち出しまして、どうするか。ここが開かないですよね、一向に。わからない。この弓矢がヒュンヒュンと飛んでる、ここ怪しいですから、ここに一回ちょっと行ってみて。あ、もう押せないようになってる。こうして、こうだ。弓矢を防げます、バッチリ。よし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 。で、ここのスイッチに押すと、あ、どうなる？いや、壁画でどうにかこっちはすり抜けられるのか？大丈夫か？よし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 。よっしゃ。ヒュン、今だ。で、こっち側に回りまして、で、また回る。壁画でこう。で、自分自身がこう押すと、やったぜ！タラ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 ン。で、離れても大丈夫？よし、大丈夫ですね。謎解き完了。謎解き何をテンション上がってるんでしょうか。というわけで、壁画から出まして。さあ、攻略だ。おっと強そうだな、こいつは。よいしょ。もうね、マスターソードがちょっと強化されてますから、まあ、ローラルの敵でもなかなか苦戦しないようになるんじゃないでしょうか。やったやった。ああ、楽しい。さてと、スイッチがあります。ここも自分、あ、いや、宝、あ、取れない、取れない。もどかしい。こっち側にはとりあえず行けるようです。ネズミのチューチュー。チュー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 。さてと、これ降りれるのか一回ね。あ、降りて、宝箱取れる。50ルピールピーばっかし。ふむ。階段から降りまして、上に行けるのか。あ、おぉ、あ、大丈夫か。おぉ、キョキョキョ。で、こうして、あ、渡ることができたんじゃないか。よし、入ってみようか。ここは地下2階っぽいですからね。ナメクジみたい。なーナメクジ、これ飛んでますね。わー、爆弾になった。ここ扉が閉まってますから、こっち側にどうにか行けるんじゃないでしょうか。あ、いや、入ってないか、これ。入ってませんね。入ってない。いけないぞ。わかった。あ、わかった。こうして、あー、よし。この時に壁画になりまして、あ、渡れる。あ、すごい。で、ここ押す。で、そうすると、向きが変わりますから、これね、すごい研究してたんですよ、あそこで俺。めっちゃ研究してたんですよ。で、そこの向きが変わりましたから、こいつね、こいつを倒すでしょ？で、爆弾持つ！投げる！送り子、あー！もう爆弾使いましょう、自分の。自前の使います。あー！ちくしょう！行けよ！あー！あっ！よっしゃ、いけ。で、こうすると、よしよしよし、扉が開きました。なかなか難しかったですね、今回は。さてと、他なんだ。ああ、お前はいらない。え、こっちは扉が閉まってますからいけない。なるほど。
うん、こっちはまだ行けません。わかりました、こっちはまだ行けませんね。よしよしよし、じゃあ正面行きましょう。小さな鍵を使うところ。あ、誰か男の人がいる。いや、使わなくても行けるんだが、行けるんだが、ん、盗賊の女。あ、これ女の人だったの。あんた誰、どうやって入ってきたのよ。え、あ、あれのことね。あれが何か知らないけど、この村の親分が随分大切そうに隠し持ってるわ。私はその隠し場所を知ってしまった。それでここに閉じ込められているの。そうだ、あんた、私をここから出してくれない？そしたら絵がある場所くらい教えてあげるよ。早く出してちょうだい。ここスイッチ押すとどうなるの？あ、向こうの扉が開くのか。よし。というわけで、この女の人をじゃあ助け出してみましょうか。こっちも行けますが、あ、まさか小さな鍵か？うわー、コンパス。まあいいでしょう。で、骸骨さんもいますから、サクッと倒しておきまして。敵がになる。小さな鍵を手に入れなければなりませんね。うん。向こうに宝箱があるか。この一番奥に宝、ああ、なるほど。向こうから行けるのか。というわけで、じゃあこっち入ってみましょう。で、壁画になりまして。なんだてめえ。あ、また爆弾野郎がいる。爆弾野郎がいますから、爆弾を投げて、壁を壊す。で、ハートはもう全回復しておりますから、サクッと抜け出て、ここなんだなんだ。え、なにこれなにこれ。いけない。なんだろう。え、なんだろう、ここ。ちょ、危ない。危ない。え、ここ穴が開いただけなんですが。また爆弾を置きまして、しばらく待ってみましょう。ああ。ここ爆弾穴開いただけでどうなるんですか、これ。あ、おなにこれ。え、ずーっと、ああ、こっちに行けると。で、赤ボタン、ああ、待てよ。赤押す。あ、押す。あ、なるほど、なるほど。あ、なるほど。おお、すごい。え、で、こよし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 。で、こっちに行けるようになるということか。おーしよ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 し。で、降りていきまして。暗いな。カンテラさん、カンテラさん。カンテラ持って、おっとっと、おっとっと、お前ら。メダカも、メダ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 、よしよしよし。だいぶ剣を振ってたら倒せたんですが。ん？で、ワープゾーンが出てきまして、宝箱もドドンと降りてくる。小さな鍵でお願い。よし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 。で、ワープゾーンも出てきましたから、一回戻ってみましょう。ルーラ。さあ、最初のところに戻ってこれました。で、一番下、あれ、見てください。盗賊の女の人が困った顔してるわよ、あれ。見てごらんなさい、あれ、上から。というわけで、じゃあ次回は、この小さな鍵を持って、あそこの盗賊さんに話しかけてみましょう。鍵を開けてね。というわけで、今回はここら辺にしておきます。まあ、だいぶ攻略できたでしょう。はぐれ者のアジト。次回も攻略していきますので、よろしくお願いします。それでは今回もご視聴ありがとうございました。失礼します。バイバイ。バイバイ。バイバイ。あの女の人、もしかして。